日本東京都渋谷区神南神南一丁目の交差点前に立つ丸石ティ渋谷店。この写真の建物の左側が渋谷公園通り、右側がファイヤー通りとなる。神南は東京都渋谷区の町名。現行行政地名は神南一丁目及び神南二丁目。1928年に付近の字が大技として、 明治神宮の南にあることから神南町が成立。読みは神奈美町。1963年から1970年に住居表示により神山町や神宮前6丁目を分離し残った部分が現在の神南となる。当時渋谷区は東洋漢字に読みがなかったことで神南とした。郵便番号は150-0041は150-8001。 神南一丁目と神南二丁目からなる。渋谷駅を中心とした繁華街の一角を構成する区域で商業施設や公共施設が多く立ち並んでいる。神南一丁目は神南の南東部にある繁華街にあたる。東部は東日本旅客鉄道の山手線や埼京線などに接し、この線路より東側は渋谷区神宮前となる。西部は 渋谷公園通りに接し、この道路より西側は渋谷区宇田川町となる。南部は繁華街となっており、南端は渋谷スクランブル交差点に接する。北部は神南2丁目に接する。なお、東側の渋谷消防署が面した南北に伸びる、道路はファイヤー通りとの愛称で親しまれている。109から2、渋谷スクランブル交差点に面する。 左奥に見えるのは、丸いジャム。タワーレコード渋谷店。通称、タワレコ。ファイヤー通りに面する。タバコと使用の博物館。渋谷公園通りに面する。ランドマーク渋谷の繁華街の一角を担うエリアで、109から2や、丸いシティなどの大型のファッションビル、セレクトショップと呼ばれる、様々なブティックやテナント、カフェやバーなどの飲食店。 各種のオフィスビルなどが立ち並び、昼夜を問わず人が絶えない。最寄り駅のり入れ路線は、下記の通り。NHK 放送センターコミュニティバス、八甲バス。写真は、富士エクスプレスの運行する、神宮の森ルート。渋谷駅、八甲口を起点に、渋谷区役所や明治神宮、表参道、青山などをめぐる。神南二丁目は、神南の北西部にあたる。 東部は東日本旅客鉄道の山手線や埼京線などに接し、この線路より東側は渋谷区神宮前となる。西部は井の頭通りに接し、この道路より西側は渋谷区の富ヶ谷や神山町となる。南部は渋谷区の宇田川町や神南一丁目に接する。北部は渋谷区の代々木上園町に接する。かつては、 陸軍省の代々木連兵場が置かれており、太平洋戦争での日本の敗戦後には、占領アメリカ軍の施設、ワシントンハイツとなっていた。ランドマーク商業施設が立ち並ぶ、繁華街の陣南一丁目とは異なり、広大なスペースを活用して、大規模なスポーツ大会やイベントなどを開催するための公共施設が多く立ち並んでいる。最寄り駅1928年。 東京府渋谷町上渋谷の全高地、豊沢、宇田川、深町の一部などを合併し、明治神宮の南側に位置したことから、神南町と命名して誕生した。命名は、神奈美であったが、戦後に神南と読み替えられた。1970年、住居表示の実施に伴う、町名整理により現在の神南一丁目と神南二丁目になっている。神南一丁目は、 西側にある宇田川町や道玄坂とともに渋谷駅を中心とした繁華街になっている。1970年代から1980年代にかけて大型のファッションビルや中小規模のセレクトショップが次々に開業したことなどを端緒に渋谷は最先端の流行や若者文化を発信するエリアとなり自然発生的に愛称で呼ばれる道路が誕生するようになった。 フィンガー・アベニュー、コルネット通り、イエロー・ストリートについては自然発生的な愛称であり、由来や誕生した時期をはっきりと特定することはできない。いずれも1980年代頃から口コミの拡散やファッション雑誌の紹介などで知られるようになったものである。神南一丁目の西側にある道路で南から北へ向かって登る緩やかな坂道。 旧称は渋谷区役所通りであったが、1973年に宇田川町のパルコ渋谷店が開業する際に渋谷区役所通商店街などの発案で現在の渋谷公園通りに改称された。神南一丁目の中央にある路地で南から北へ向かって登る緩やかな坂道。西側にある渋谷公園通りとほぼ並走していることにちなんで、 1980年代頃からこの愛称で呼ばれるようになった。なお、プチ公園通り周辺のエリアはパークアベニューとの愛称で呼ばれる。神南一丁目の東側にある道路で南から北へ向かう道路。渋谷消防署が建っていることにちなんで1980年代頃からこの愛称で呼ばれるようになった。フィンガーアベニューは東京都渋谷区神南一丁目にある道路の 愛称である。東側の渋谷神南郵便局前交差点から西側の勤労福祉会館前交差点へ登る緩やかな坂道である。コルネット通りは東京都渋谷区神南一丁目にある道路の愛称である。コルネットストリートとも呼ばれる。東側の渋谷消防署の南側から渋谷区高齢者ケアセンターや渋谷社会保健事務所の傍らを通り、 西側の渋谷区役所前交差点へ上る、緩やかな坂道である。イエローストリートは、東京都渋谷区神南一丁目にある道路の、愛称である。イエロー通りとも呼ばれるが、その他にフランス坂やバスティーユ通りとも呼ばれる。東側の渋谷消防署の北側から、ハローワーク渋谷の傍らを通り、西側の渋谷区役所前交差点へ上る、緩やかな坂道である。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。下記の渋谷区の町名一覧も参照のこと。ありがとうございます。